はい、ビートルよろずやでございます。本日は日清カップヌードルのビッグです。日清カップヌードルのビッグと、日清カップヌードルといえばもうおむすびですよ。おむすびと日清カップヌードル美味しいですからね。今日はね、あのファミリーマートのスパムおむすびです。これはね、一つはね、照り焼きマヨネーズで、この青いのがあのツナマヨネーズ黒胡椒です。これね、レンジン30秒ほどするといいらしいんですけど、さっきレンジンしてきました。はい、早速今日は札幌黒ラベル、今日は黒ラベルでいきたいと思います。ドムです。ドム、あのドムってご存知ですか？機動戦士ガンダムのドムでございます。星マーク。早速いただきます。あー暑い、喉乾いた、喉カラカラすわ。早速お疲れ様です。あーうまっ、蘇った。あー、たまにこう札幌黒ラベル飲みたくなるんですよ。いつもは糖質ゼロなんですけどね。はい、日清カップヌードル。僕は日清カップヌードルはカップヌードル食うときは胡椒です。このまあ白胡椒ですね。白胡椒をたっぷりかけるんですよ。この白胡椒が僕は一番好きです。日清カップヌードル久しぶりやな、食べるの。あ、久しぶりですよね。たまに食いたくなりますよね、この日清カップヌードル。いるかな、ごめんなさい。めちゃめちゃうまい。胡椒たっぷり入れたらめちゃめちゃうまい。うん、うまい。もう相変わらずの美味しさでございます。さっきね、照り焼きマヨネーズ、さっきこれ食べたいと思います。見えにくいんですけど、はい、こんな感じです。上にスパムが乗って海苔が巻いてあります。はい、いただきます。あ、めちゃめちゃうまいです。ちょっと待って、ウェットティッシュ頼みます。ちょっと油が手にべっとりついた。このまま食べたいと思います。照り焼きマヨネーズうまいっす。あ、このおむすびうまいな。あー、うまい。このスパムおむすびあれですよ、ビールがめちゃめちゃ進みます。あ、うめ。このスパムおむすびって期間限定かもしれませんね。次行ったらないかもしれませんね。
でもあれですよ、カップ麺ってめちゃめちゃ体に悪いんですよ。まあ食ったからってすぐに病気になるわけじゃないんですけど、ちょっとこれば、こんなんばっかり食ってたらもう絶対病気しますよ。でもうまいんですよ、やめられへんぞこれ。この中の卵とね、卵とか入り卵ですかね、卵とこの肉の何ですかね、これ合いびき肉ですかね。それとちょっと小さいエビが入ってて、これが何とも言えないです。スープうまいな、これうまい。皆さんもあれですか、コンビニ行って、あのコンビニ飯で、あの日清カップヌードルとおむすびの組み合わせで食べる方結構いると思うんですよ。公園とかたまに行くと、あの日清カップヌードルと、あのスパムおむすびでね、スパムおむすびではないんですけど、なんかあの海苔の巻いてあるおにぎりをかじりながらね、日清カップヌードルを食べておられる方を結構見たことあるんですよ。まあ、僕的にはあれですかね、日清カップヌードルだったら塩おむすびが多分合うんかなと思うんですよ。カレーヌードルも塩おむすびがいいですね。あと鮭のおにぎりも最高ですね。はい、次はツナマヨネーズ黒胡椒。ツナマヨネーズですよ。こんな感じです。スパム食欲をそそるでしょ。これはなかなかボリューミーなおむすびです。黒胡椒のスパイスががっつり効いててうまいですよ。まあスパムって、あのスパムメールちゃいますよ。このスパムって結構塩分多いんですけど、これ裏見ると塩分量そんなないんですよ。 1.3g、 1.3 食塩相当量 1.3g、 1.3g とあと 1.2g で書いてあった。まあそれも1個でちょっと 2g ぐらいと多いんですかね。熱いとね、あのちょっと塩気が食べたくなるんですよ。まあ飯はあのちょっと塩気あった方が美味しいですからね。うめ。普段あんまりスパも食わないんだけど、こうたまに食うと美味しいですね。この前、最近なんですけどね、あの仕事の
昼休みですか、昼休みあのランチに弥生県行ってきたんですよ。あの定食屋さんね、あのチェーン店の、あそこで何食ったんかな、豚生姜焼きですかね。豚生姜焼きが一番人気あるらしいんですよ。豚生姜焼きで唐揚げ定食で、あと肉野菜炒め、この3つがすごい人気があるらしくて、行った時に何食って、肉野菜炒めか、あ豚生姜焼きですわ、食べた豚生姜焼きめちゃめちゃ美味しかったですよ。まあ、ほんで、まあ、米もね、なかなか、一粒一粒がシャキッとしてて、ピーンとしててね、美味しいんですよ。まあ、でも、おかわり君がね、すぐ中切れるんですよ、ご飯が。みんなおかわりしまくるから。たまにおかわりしようと思って行ったら、空っ血になってる時とか、ようありますよ。まあ、混んでる時に行くとね、まあ、まあ店のスタッフもそこまで身が届かへん、行き届かへんのかなと思ったりします。まあ、おかわり君結構小さいんですよ。そんなでかないんですよ。まあ女性の方はいっぱいおかわりするぐらいやけど、男性は大概3倍ぐらい大概食わりますからね。エビ天がちょっと人気あるんですかね。あと似たようなとこありますけどね、街角だとか、まあ、テレビの CM 出てるのは弥生県ですからね、やっぱりテレビの CM ってやっぱり宣伝力っていうか営業力大きいですよね。街角は確か CM なかったと思うんですよ。ネームバリューですね。まあ、どっちかって言ったら、弥生県は、まあ、どっちかというと女性客が多いって感じですね。もう一軒の同じような街角屋ってあるんですけど、そこはどっちかというと男性客ですかね。どっちかって言ったら、ちょっとボリューミーな感じなんですよ。弥生県、街角屋、宮本むなしですね。その3軒ですかね。宮本むなしはね、ちょっと店舗数が少ないんですよ。だいたい人の集まるとこですね。ターミナル、駅の近くとかターミナルの近辺とか、人のまあビジネス街とかね、人の集まるとこにしかだいたいできんすよ、できんすよ。まあ、家の近くに弥生県とか、ね、街角とかあったらいいのになと思うんですけど、あるんですけどね、ちょっと微妙に遠いんですよ。歩いて行ける距離じゃないんでね、バイクでちょっと10分くらいかかるとこなんですよ。一軒あるんですけどね。まあ僕の住んでるとこはちょっとこう市内から外れてるというか、まあ住宅街っていうか、住宅街なんでね、飲食店がやっぱり少ないんですよ。まあ飲食店やっても、まあ場所にもよるんですよ。まあ世界文化遺産のあるところのちょっと近辺はちょっとお客さん来るんですけど、それちょっと外れると全然来へんですよ。まあ、近くにそういうチェーン店の定食屋さんができたらいいのになと思うんですけど、多分できる感じではないなと思うんですよ。あ、うまい。あ、胡椒たっぷり入れたからスープがめちゃうまいです。あ、また。はい、ごちそうさまでした。あー、スパムおむすび最高やな。はい。やっぱり日清カップヌードルとおむすびは
ぱり最高のベストマッチですね。はい。まあ、本日はこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画、本日は、日清カップヌードルビッグと、ファミマのスパムおむすび、2種類、それと、札幌の黒ラベルでいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それと、ご視聴の方も、最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。窓の外は光のショー。心が